Google Glass とは Google がプロジェクトグラスという研究開発プロジェクトで開発しているヘッドマウントディスプレイ方式の拡張現実ウェアラブルコンピュータである。指キタスコンピューティングに向かってさらに一歩前進するために手に持つことなくどこでもどんな時でもインターネットとコンピュータに Google Glass はスマートフォンのような形式でハンズフリーに情報を表示し 自然言語音声コマンドでインターネットを使用することができるようになっている。OS は Google の Android を使用している。現在フレームに合うレンズがないため、Google は、レイバン、ワービーパーカーといったサングラスメーカーとの提携や消費者が試せるように小売店の開設を模索している。グラスは GoogleX ラボが開発しており、無人自動車のような他の未来的技術でも活用されている。 またこのプロジェクトは、プロジェクトリーダーで、コンタクトレンズへのディスプレイ組み込みを担当している。電子技術者のバーバク・パルビーズ、プロジェクトマネージャーかつ、ジオロケーションスペシャリストのスティーブリー、UECT の創設者で、自動運転車のプロジェクトに携わっている、セバスチアン・ソランによって、Google 上で発表された。Google は、プロジェクトグラスの設計で特許を取得している。プロジェクトの技術、 リードマネージャーはサドスターナーが務めている。製品のインダストリアルデザイナーであるイザベル・オルソンはグラスのカラースキームなど数ある設計の決定を担当している。2017年7月18日、グーグルの持ち株会社アルファベットは法人市場に特化したグラスエンタープライズエディションを発表した。2012年6月開催のグーグルアイオーで展示されたグーグルグラスの試作機。 拡張現実対応ディスプレイを頭部に装着するというアイデアは特別新しいものでなかった。しかし、このプロジェクトは主に Google が支援することや、従来のヘッドマウントディスプレイと比べて小さくスリムな試作機のデザインによってメディアの注目を集めた。グラス発の試作機は一般的なメガネと告示していて、レンズはヘッドアップディスプレイにとって変わるものとなっており、 2011年8月には8ポンドであったグラスの試作機の重量は2013年2月までに平均的なサングラスより軽くなっている将来新しいデザインによって一般的なメガネにディスプレイを統合できるようになるとされている何人かのグーグル社員によるとグラスは当初2012年の終わりに現在のスマートフォンあたりの値段で 一般販売されると予測されていたが、他の報道では、その時期までの発売を予測していなかった。アメリカ合衆国のテスターや Google i、大開発者に、グラスのエクスプローラーエディションが1500ドルで購入できるようになり、2013年早期に配達されることや、消費者向け端末は同年終わりに、エクスプローラーエディションより安い値段で販売する予定だとなっている。 製品テストが始まったのは2012年4月からであり、セルゲイ・ブリンが同月5日にサンフランシスコで開催されたファウンデーション・ファイティング・ブラインドネスのイベントで装着した。同年5月、グラスのデモンストレーションの一環で装着者自身が 720pHD によるビデオ録画をする拡張現実ディスプレイの機能をデモした最初のテスト映像が公開された。 セルゲイ・ブリンは、ギャビン・ニューサム・ショーでもグラスの装着を披露し、カリフォルニア州副知事のギャビン・ニューサムもグラスを装着した。6月27日、Google I.O. にてデモンストレーションが行われスカイダイバー、潜水加工者、マウンテンバイカーがグラスを装着し、装着者視点の映像が Google ハンウトへライブストリームされ、また Google I.O. のプレゼンテーションにも生出演した。 2013年2月、Google は、グラスの音声操作ディスプレイを使った、様々なシチュエーションを装着者自身が撮影した、デモムービーを公開した。グラスエクスプローラープログラムという早期導入プログラムは、Google グラスをテストする目的で開発者も消費者も参加できる上、グラスに対する需要を判断する材料にもなっている。2013年2月20日から27日まで、 一般向けにエントリーが受け付けられた。このプログラムではグラスを試してみたい人々の中で大胆で創造的な人物を探していたとしている。参加希望者は Google か Twitter で IFHATGLASS というハッシュタグをつけて50文字以下の文章を投稿したり、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスで行われるいずれかの Google Glass イベントに参加し端末を受け取ることが条件だった。 エクスプローラーエディションは Wi-Fi、または 3G や 4G を Android 端末か iPhone を使った Bluetooth デザリング経由で使用することができる上、GPS チップも搭載されている。またエクスプローラーエディションの色には、チャコール、タンジェリン、シェール、コットン、スカイカラーがある。ユーザーは音声コマンドを発するときに最初に OK グラスと言い、その後コマンドを言う。 また、端末の側面で指を使ってオプションをスクロールさせることもできる。また、容易にねじって取り外しができる交換可能なサングラスアクセサリーもある。プログラム開始5枚付きグラスの計画がアップデートされる。明確に端末を受け取ったとされる一人の参加者が、グラスを eve オークションに出品、端末価格である1500ドルから16000ドルに跳ね上がったが、 出品者が所有を証明できなかったため成立することなく削除された。Google グラスには写真撮影と 720PHD ビデオ録画機能がある。ビデオ撮影では目の上に録画ライトが表示されるが着用者には目立たないようになっている。グラスには Google Now や Google マップといった多数の既存 Google アプリケーションが搭載され天気予報が表示される予定である。 グラスに搭載されている複数の機能は2013年2月に公開されたビデオで見ることができるメガネとしての機能やミニマリストな外観はグラスもしくはデジタルアイグラスとして知られるスティーブマンのアイタップと比較されるがグーグルグラスは第4世代グラスのアイタップと比べて第1世代グラスであるマンによれば両デバイスも2サイドのサーベイランスとスーベイランスを導入したことで プライバシーと秘密療法に影響を与えているとしている。プライバシー侵害への懸念が提起されており、公共の場でプライバシーは保障されないとはいうものの、プライバシー代弁者は人々がメガネを装着することで、顔認識機能を使って公共の場で他人を識別したり、気づかれないようにプライベートな会話を録音し、放送することがないかを懸念している。 Google のエリック・シミット会長がケンブリッジ大学を訪れた時にウルフソン教授のジョン・ノートンはハードウェアとネットワークの先駆者であるダグラス・エンゲルバートの業績と比較しながらグラスを称賛した。ノートンはエンゲルバートがマシンはその可能性をすべて見せてくれるだろうがそうなれば人間は解放されて人間とマシンによる可能性をすべて見せることができる。 と信じていたと述べている。デザイナーのダイアン・フォン・フィルステンベルクが2012年春のニューヨークコレクションでのファッションとしてモデルがグーグルグラスを装着してランウェイを歩いて観客を撮影する演出を行った。2012年11月グラスはタイム誌によるベストインベンションツ・オブ・ザ・イヤー2012の一つにキュリオシティ・ローバーと共に選出された。2015年1月グーグルは グラスの一般消費者向けの販売を中止し、今後は B2 バイト製品としての販売を検討していくことを発表した。前述のプライバシー問題により、バーやカジノなどでの利用が拒否されたのに加え、安全性への懸念から運転中の着用禁止が検討されるなど、社会的な問題が克服できなかったことが理由ではないかと推測されている。 2017年7月18日、Google の持ち株会社アルファベットは、法人市場に特化したグラスエンタープライズエディションを発表した。日本での発売は未定。ありがとうございます。